ダパグニフロジンは新型糖尿病治療薬のうち SGLT-2 阻害薬に分類される医薬品である。製品名は欲しいが、日本では2014年3月24日に製造承認された。SGLT は細胞表面に存在する膜タンパク質でナトリウムとブドウ糖の細胞内への共有送を司っている。SGLT-2 は SGLT のサブタイプの一つで、腎臓菌異尿細管に多く存在し、ブドウ糖の尿中からの再取り込みにおいて、重要な役割を担っている。ダパグニフロジンは、この SGLT-2 を選択的に阻害することで、ナトリウムとブドウ糖の原料中からの再取り込みを抑制し、ブドウ糖の尿中排泄を促進することで、血糖値を低下させる。インスリン存性に、 血糖効果作用を発揮し、抗インスリン血症をきたさないため、インスリンの直接作用による副作用が発現しにくいことが期待されている。試験段階では、血糖低下以外に、血圧低下、血清尿酸値低下、コレステロールプロファイルの改善、体重減少も優位に認められた。知験時には、副作用はセントに見られ、その内訳は、頻尿、硬活、 正規感染、尿路感染等であった。添付文書に記載されている重大な副作用は、低血糖、腎右腎炎、肺血症、脱水、血シドーシスである。血糖コントロール療法例でも脂肪酸代謝が更新し、血シドーシスが起こり得る。市販直後調査の中間報告で3例の死亡例が報告された。いずれも服用開始から46日から約2ヶ月後で、 死因等の詳細は不明、または調査中。ありがとうございます。